皆さんこんにちは、じゅんです。はい、皆様にお知らせがあります。10月28日白鵬カントリークラブでプロを目指している女子選手によるトーナメントリンゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。リンゴルフでトーナメントをやります。それに伴い参加選手、スポンサー様、ボランティアスタッフの募集をいたしますので、詳しくは概要欄をご確認ください。今日は私がこの18ホールラウンドして、トーナメント会場のコースを体験していきたいと思います。後半もよろしくお願いします。10番ホール359ヤードパー4です。はい、ここはね、ここもまあちょっと曲がってるし、木が2つあって大変難しそう。行きます。旗、とりあえず旗ちょっと左引っ掛けないようにしたいんで、チェ先生に教えてもらったちょっと体開いて右に引っていくやっていきたいと思います。左向けたかな。それがまっすぐだ。7番ストでいきます。行けた、届かないけど、またラフだ。でもやっぱあれですね、ちょっとでも曲がっちゃうとすぐやっぱラフになっちゃうね。距離がこことかも、いや狭いよ、ちょうどどんどん狭くなってるね。うん、ただちょっとずれただけでラフで、そのラフがまた難しいからさ、本当にフェアウェイキープが難しいコースかもしれない。ここは35ヤード、5に入れてます。もう超速いグリーンだと思って52で打つとちょうどいい。難しいですよ、もう10フィートぐらいだと思って52で打つ、その作戦でいきます。128、7番。完璧です。はい、完璧。いや、今日のグリーンのおかげですね。なんかちょっと、いや、トップですよね。トップだけど、9とか10とかあったら全然オーバーしてたんだけど、今日8フィードだから絶対止まると思って完璧です。普段だったらもう絶対オーバーしちゃう。7番ですか。7番です。あ、やっぱ7番ってトップしてもしっかり当たっても距離一緒なんですよ。あのなんか魔法のクラブって言われてて、そう、うんちく距離は一緒です。あと転がるか転がらないかみたいな。全然止まりました。はい、ぴったり、ま、来るか、結果が全てなんでね。来るか、バーディー欲しいな。右カップ、外すか、1個だな、1個外します。いやー、もうちょっと曲がりそうなんだけどな。これでいこう。
失敗です。バーディーチャレンジ失敗です。じゃあ純ちゃん、はい、次はあのトーナメントの、うん、あのスポンサー募集あるじゃないですか、はい、ちょっとそれについてご説明をお願いします、はい、スポンサー様はですね、一口5万円から100万円の5つのプランを用意しております。10万円のプランとかは当日、まあ、場所の指定はあるんですけどプレーの見学ができたりとか、100万円のプランは30秒の CM を作ってですね、トーナメントの動画に貼り付けることができたり、いろいろこうその金額によってあのリターンが決まってますので、はい、でもいいですね。あの10万円のやつでこう見れるやつとかって、うん、結構あのアレンジマッチ対決で見に行きたいっていう方もいたんですけど、うんうんうん、あ、そうですね、まあ、ちょっとあのゴルフ場さんとかとの進行の関係もあって、うん、そのあれはなかったんですけど、うん、いいですよね。あの今回はね、そうたくさんの選手が来るの入れるんで、はいはい、今回はプレーの見学ができますので、ちょっとねいいプランかなと思います、うん、あの100万円の30秒の CM もいいと思う。すごいなんか、うんうん、ほら普段あの、まあ、案件というかやらさせてもらってるやつでもそういうの、そうだ ね, ね、うん、あの作って、まあ、動画何本かにすると近い金額になっちゃう、うん、確かに、うん、確かに。だからなんかこう紹介したいのがあるなーでスポンサーしてみたいなっていう人にはすごいこういいプランかなと、うんうんうん、まあ、ちょっとね金額はまあボンとはいくんだけど、はい、ということでスポンサー様、5万円から一口5万円から募集しておりますので、ぜひご協力お願いします。12番ホール279ヤードパー4です。ちょっと短いですね。ですね。チャンスですね。チャンスですか。これなんかバンカーがすごいですね。でも左ドッグ真ん中に置きに行く。すごいですねこれ。これはすごいですね。ボコボコだ、すごい。流し打ちで飛ばさなくてもいいんだけど、打っちゃおうか。うまいな。ど真ん中っすよ。おお。完璧です。ここに打ったらもうこっちのもんです。簡単でしたけど。7番アイアントップみたいな。私が200弱で、まあ、ここまで来たんで、ギリギリ、うんうん、多分普通の選手だったら、まあ、ウッドでも5番とかでも、うん、5番も打てないかもしれない。そうだよね。人によっては。すごい狭いからね。すごい狭いよ。うん、どんぐらいなんだろう。持ってくのしちゃった。75ヤードかな。じゃあピッチングで。今日は調子が悪いんで、ウォーキングクラブで。転がんないしね、グリーンね。ピッチングで軽く打ちます。ちょっと結構いい勢いでいっちゃいましたね。かっこよく打ち込もうかっこよく結構打ち込まれてました。音がしたら力入っちゃう。インパクトのところだけガンってやっちゃったんで、左にも出たし飛んでいきましたね。ダメよ、速くなっちゃう。そう、あーチャンスだと思ったらさ、70ヤードぐらいだな。ショックです。頑張ってパーにしたい。ここは下ってるんで一応58で打ちたいと思います。58で、そうだな、上から打てば止まらないと思うんで、止まらない打ち方でいくとか。
やばい、ぬい。まあ、まあ、トライですからね。はい。ちょっといつもの感じと違うから。本気だ。いやーやさーん。ボギーだ。あー、せっかくさ、ドライバーめっちゃいいショットしたのに集中して、ね、したらもう力入りまくりですよ。でもちょっと調子が戻ってきたかもしれない。当たり方が結構鋭くなっちゃってるね、自分で思ってるより。飛んじゃいます。鋭いショットが出てきちゃってるな、私の。